はい、ゲスさんどうもね、こんばんは。寒い。1度。マジか。1度だよ。風がないからいいけど。いや、よくないな。マジやばいね。はい、月曜の八宝さんこんばんはね、お疲れ様。ちょっと待ちくださいね、寒いんでね。なんと1度ですね。いや、まさか1度だと思わなかったな。2度ぐらいかなと思ったのに。息が白い。涙出てくるわ、寒すぎて。はい、お茶もありがとう、ゲスさんね。はい、ありがとうございます。はい、堀さん、ケツ、あ、ビビさん、お疲れ様。はい、あれ、昨日ビビさんいませんでしたね。寝てました。涙出てきた、あまりにも寒くて。はい、サジャン、こんばんはね、お疲れ様ね。一度だもん。まあ、一箇所ですけどね、今日はね。ライブさん作ったんね、いらっしゃい。2月初めてのね。いや、涙出てくる、これ、寒くて。いや、なんかびっくりしたよ。一度だもん。うん。やってました、ありがとうね、ケツさんね。はい、いいね、ありがとうございます。風がないからまだいいけどね、でも一度だからね。1度。まさかの1度だって、俺2度ぐらいかなと思ったの。息白いもん。寝疲れて寝ました。お疲れ様ね。そうです。寒い、ここね、山だからね。山の、久々なの、ここ。はい、池さん、どうもね。風にね、どうも、高評価ありがとう。寒い、今日は。まあ、雪の日と変わんないかなっていう。大丈夫。はい、クリスさん、こんばんはね。ああ、寒い寒い。寒い寒い。はい、ありがとう、お茶ね。お茶枠、ケイさん、すいません、本当に。いっぱいすいません、本当に。ありがとうございます。ああ、寒い。なんか寒いね。はい、こういうか、ありがとう。風がね、ないんだよ。あったら帰るな。いや、場所によっては4度ぐらいあるんだよ。山だからね、だもんね。山だからだと思う、多分。はい、くまちゃん、こんばんは。ラケさん、こんばんはね。はい、ピューピュー。1度です。まあ、今日はね、1時間ですけどね。まあ、土曜日ちょっとまだわかんないんだけどね。ここはね、不気味な笑い声が聞こえるとこですね。後半戦ですね、その辺で。あ、てっちゃん、こんばんはね。はい、ありがとうございます、コインね。すいません。はい、ありがとうございます、ピューピューね。山ダメだな。山側はね、寒いわ。風ないだけマシなんだけど、1度なの、今。あ、深さん、スパチャありがとう。すいません。高評価ありがとうございます。すいません。いつもね、ありがとうございます。初のスパチャですけどね。いや、風があったら多分帰るかもしれないね。
山なんだよ、ここ見てよ、山の上なんだよ。だから1度か2度のこの境目だね。あんま変わんねえと思うけど、この辺飽きったな、この木、乙女の祈り切ったな、呪われた木か。はい、お茶ありがとうね、高評価ね。はい、徳美さんこんばんはね。寒いね。まあ昨日の予想では、まあ2度ぐらいかなと思ったんだけど、まあ大体いいとこ行ってるね、1度多分今年初めてだと思うんだよ、ここ。そう、ここはね、なんかね、後半終わり間際ぐらいになるとなんか変な声が聞こえるんだよね。この辺でね、山だよ、何もないじゃん、だって見てよ田んぼとかなんかね、こういうとこ寒いね。参った、寒くて寝てるかな、幽霊も。そう、分かんないもん、ここはね。大体ね、いつもね、そう、開始40分から45分ぐらいになるとなんかね、声が聞こえるんだよ、この辺で。だこの木じゃねえのってなんか言ってたのよ。なんかね、女の声とかね、そう聞こえるんだよ、なんか笑い声が。前半全然静かなの。まあ聞こえない時もあるんだけど、確率から見ると後半なの。天井さんお茶ありがとうね。はい、ラケさんありがとう。そう。そんな感じ。ここの辺でね。なんかあったんじゃないか、これ。で、さっき行く前にね、藤沢市のね、あの、3人殺害事件の辻堂にあったんでね、もうその犯人を捕まって、あの14年戦ってね、死刑になりましたけど、それ見てました。知ってます？辻堂でね、あったんですよ。そう、もう死んでますけどね、執行されてますから。うわ、すげえな、ここ。そう、でもなんかその家もあるんだけどね、その人が住んでるかわかんない。奥さんと子供2人殺されてるんだよね。はい、こんばんはね、マミさんありがとうございます。ピューピューね、はい、いらっしゃい。でも生きてる人もね、もう結構古いからね、多分ね、もう結構高齢者じゃないかな。お父さん一人だけ生き延びちゃったんだよね。そう、あったの。その家はあるんだけど、住んでるかわかんない。住宅街だからね、まあ、ストーカー殺人みたいな感じだね。で、そいつはね、仲間も殺してるからね、5人殺してんだよね。そう、5人、まあ、当然死刑だよね。でも一人でもね、死刑あるからね息すると白いんだけど、冷え込んでんね。あ、ぶなつくさんね、こんばんはね、お疲れ様ね。いや、もう息すると白いよ。そう、5人。そう、そう、でもね、裁判で14年かかってんだよ。で、それから3年後に死刑されてるけどね。17年。はい、伊沢さんこんばんはね、マイナーです。ここは後半がね、声が聞こえるっていうところだね。今年初めて来ました。行こうかなと思ったんだけど、ここも結構さね、寒いからね、
この辺も今日は行けるかなと思ったけど、やっぱり一度だった。朝のこんばんはね。雪全然ないな。雪、まあ、この辺結構降ったんじゃないかな。雪でもないね、全然ね。これでやったのかな、除雪車で。違うよね。はい、皆さんこんばんはね。後付けしました。はい、今日1箇所ですけどね、今月初めてのね心霊配信です。最初はほんと静か、1度なんだよね。車の時計で3度なのね。で、誤差が2度ぐらいあるから、車ってね、だいたい1度か2度のあたりさまよってる。もう多分1度だね。だってこんなに来てて、なんか足が冷えるもんね。はい、プリンさんこんばんはね。お疲れ様ね。渡辺さんこんばんはね。お疲れ様ね。でも風がないね。ゼロメーター。救いは風がない。そう、これ風あったら多分マイナス3度だね。一瞬待ち、ね、場所変えようかなと思う、今日は。まあいいや、でも今日これ行っちゃみようかなと思ったら、やっぱり、寒い。ね、風邪ひかないようにね、もう疲れてるからね、体がね。はい、島さん、ぴよぴよね、お疲れ様ね、いらっしゃい。そう。ねえ、あそこに墓地があるやつ、わかった？あそこに墓地があるの。でも墓地は何も言わない。すごいよ、フェイスマスクみたいなのしてるからね。フェイスシールドみたいな。耳はもうニット帽でかぶってます。ノースエースですね、今日はね。手袋もノースエース。ノースエースね。これ何気にあったかいんだよ。声が疲れてる。今日はだから昼も行かなきゃよかったんだけどな。行かなきゃよかった。買い物行く前はね、あんま行かないんだけどね。それで歩いちゃったんだよね、ちょっと。ぼち。はい、スパチャありがとう。ラッキーさん、スパチャありがとうございます。すいません、どうもね、ありがとうございます。そう。ノースしよう。雪ないね、本当に溶けてるね。雪全くないよ。あるかなと思って、あ、ちょっとある。あ、違うな、溶けてるわ完全に。そう、ニット帽もあれですから、ノースフェイスですから。はい、スーザン作ったね、いらっしゃい。動画見てた。そう、やっとこうかなと思って、今日買い物ちょっと行っとこうかなと思って。雪全然ない。いや、もうと1日で溶けちゃったよ、ほぼ。あの雪かきやってないとこは、なんだこれ、車の部品だべこれ。雪かきしてるとこは、まあ、残ってる、ちょっと若干。だからしない方が良かったのかもね。そう。相手さんこんばんはね。はい。昨日もね、雪かきね。そうだ、昨日したんだよな、俺な。3箇所も。だからちょっと疲れてた。そう、水曜日ね。まあ、土曜日ちょっとまだ分かんないんだけどね。まあ腕の調子もあるからね。そう、注射打つまであと2週間だから。そう、もう今現状維持だからね。こう機材がね、重たいんだろうな、多分な。なんかないかな、いい方法。いや、寒いな、ここ。残ってる。いや、こっちもね、ところどころ残ってるよ、雪かきやってるとこは。ここら辺は多分雪かきやってないから、溶けちゃうんだよ、多分。あの、日当たり良好じゃん、こう。溶けちゃうんだよ。
関東あったかいからやっぱり。そう、3カ所やったからね、自分の駐車場じゃん。うん、そうで、実家の駐車場もやったじゃん。で、入り口もやったんだよ、家の玄関の。はい、てぃちゃん、こんばんはね、いらっしゃいね。そう、まだちょっとね、だから、違う、そう、いや、理由があるんだよ、行けない理由が。そう、だから、音とかね、吹きしてくれないと、ちょっと、ね、過酷なんだよ、毎日行ってるからね。今、だって、今日で10日目だからね。だから10日間休みがないってことなんですよ。うん。そう、だから倒れちゃうんだよ。自分の体では13ぐらいまではいけるんだよ。その先は未知の世界だから。体がどこまでいけるかなっていう。で、治ってればいけるね。うん。こう畑っていうかね、この周りがね、そういう噂があるの。で、ね、時間が経つにつれてなんかね、その、後半になるとその上の方でね、さっきの辺で、なんか声が聞こえるんよ。そう、過去結構多いのよね、その確率が。だから前半はそんなに静かなの、ここって。後半戦なんでね、しかも残り、ほんと10分とか15分ぐらいの時に聞こえるのよ。最後の最後で。あゆめさん作ったんね。もう今日10日なんですよ。だとね、一日家にいるだけでも全然違うんだよね。はい、ありがとう。まだわかんないね。その状況はね、そのゆうれさんに聞かないとね。出るか出ないかね。なんかすごいね、ゴミ屋敷みたいじゃないか。そんな感じ。なんか土砂崩れ起きたら終わりじゃないっていうぐらい。すごいとこじゃない。うん。ねえ、体ね。市場だってね、すぐ帰れないからね。そう、昼まで薬飲まさなきゃいけないから。そう、なんでかってね、その、飲まない時あるからね、そう。うん。容器があったスケボーにつける。まあこの辺までかな。雪ないね、ほんとにね。雪ないね、向こうすごい、ぶちぶちだ。もうこっから会社になっちゃうからね。うん、なんかすごいとこだね。はい、お茶ありがとうね。うん。いました？ん？なんかいた？全然行けないね。すげえ石垣。すごいね。うん。すごいでしょ、煙が。わかる？これ。ほんと寒いのよ。嘘じゃないから。これだよ。本当に一度なんだよ。わかるでしょ。極寒の寒さなのよ。このちょっとだけの息でこのぐらい白いんだよ。だからもういかに外が寒いかってわかる。真っ白で息でしょ。喋ると息でも白いもん。本当寒いから。そう。だからね、霊との戦いじゃないね、寒さとの戦いだね。ただ風がないだけまだね、今ちょっと助かってる。うん。すごいでしょ？マジで。わかるでしょ？これってもうね、本当にね、1度、0度あたりの、この、わかるでしょ？境目の時にこのぐらいの息で出ちゃうんだよ。寒さが。わかるでしょ？ほら、もう湯気出てるでしょ？ちょっと喋るだけでも息がもう白くなっちゃう。極寒なのよ。一度でちょっと同じなのよ。それを1時間やるって結構ね、酷なんだよ、本当に。そう。若ければまだちょっと違うけどね。年だからね、やっぱり。そう。
で体は疲労感がすごくてね、休ませてくれ。井戸じゃないか、あ、水道があるんだここに。なんかいっぱいあるよ水道が。なんかすごいでしょ。そうで風がないから助かってんのよ。そんなに寒くはないのよ。寒いんだけど着込んでるからやっぱり、ダウン2枚着てるからね。はい、まさかのこんばんはね。年だからね、もうね、昔はもうちょっとね若かったんだけど、風ね、想像もしてるよ。だからニット帽のやつね、ノースフェイスの、とそれで耳隠して、であとフェイスなんとかってあるのよ、マスクみたいのノースフェイスのね、あれで口と鼻を隠してます。でそれやってると風邪ひかないんです今んとこね。もう昔はドルダッシュできたんだけども、さすがにできなかったね。腰がもうダメだからね、やっぱりね。やっちゃうと多分後で来る。まあそれが結構ね、風邪ひかなくなったかなって思う。だって、あれだよ、シャツ1枚着て、上ね。ね、トレーナー1枚。ね、ダウン1枚。もう1枚ダウン着てます、ノースフェイスの。で手袋、下はね、あれですよ、パンツ履いて、その上にヒートデック、ユニクロのあったかいやつね。でジーパン履いて、さらにジャージで、靴下はスキーの、靴下、これね、スキーの靴下いいよ、なかなか1枚あったかい。これがまあこのなんていうの、冬仕様だね。で手袋はもうノースですね。それは動きにくいんです、すごい下がね、特にねピチピチになっちゃうから、無理できない。まあ風邪薬あるからね、なんとかなるんだけどね、風邪いても。まあ明日針だから、そうだから針の前の日が一番いいんだよね、理想的にはね。針の日やるとね、夜にやっぱり残ってるから、ちょっと痛みがね、次の日はちょっとこうつくのよ。でその次でまた戻っちゃうから大抵。着込んでるよ、着こないと風邪いちゃうもん、一発だよ。暖かいですか。もうこのね服装は暖かいです。ただ気温は名古屋さん1度です、今こんな感じ。こんな感じ。もう息が白いです。息がね白い、寒くてね。ただ風がね全くないから助かってる。あ、手袋あったかいよ、このノースフェイスのあのね、一番あったかいやつなの。で、これ、まあ、通常買うと9600円ぐらいするやつ。たまたま30パー引きだったのね。6000円ちょっとで買えたの。そう。で、これスマホ対応。だスマホができるの。針も痛いけどね。やると、緊張取れるから。そう、手袋あったかいよ。そう。今欲しいもの靴ですね、ラッキーさん。ニューバランスの996か、ごまちゃんに洗脳されてね、今なんかその 3なんだっけ、それの新作が出たらしいんだよ。はい、皆さんこんばんはね、お疲れ様ね。そうニューバランス996高いからね。できればまあ 黒か、まあ色はいいんだけど高いから。996、1万6000円とかするからね。そうの28ぐらいがね、サイズ的にはもう28だったら間違いなく履ける。
横幅があるからね、どうしてもね。そう。でちょっとあったかくなると。あとね、あのブラウンのひげ剃り。壊れてたんだ。うん。すごい立派だね。うわ、坂だよ、これ。坂。疲れる。頑張れ。うん。そう、なんかでもね、履いたらニューバランスの方がいいんだよね。軽いんだよ。ナイキよりかは。最近。重たくないの、軽いの。うん。そのぐらいしたらね、新作だからね。うん。そう、買っちゃったって今日メール来たんだよ。うん。息切れする。なんだこの坂。ちょっとゆっくり行こう。疲れた。歩きやすい。そう。まあ土曜もこのぐらいの気温だと思うよ。多分。問題は風だね、風。アシックス。ももちゃんね、あの、336だっけな、なんか、それは新作買ったらしいよ、1万円ぐらい。うん。そう。うん。そう、ニューバランス履きやすいんだよね。でも、心霊で履いてないけどね。汚れるから。寒い。そう。ああ、なんかすげえ残ってる。何これ。すごいね、これね。崩れてない。死んでワークマンいい。いや、ワークマン嫌いなんだよ。土方だと思われるから。もうワークマン自体がダメなの、俺の中では。土方って、土建会社の人って、もうそういう意識があるのね。おしゃれじゃないんだよ。うん。欲しくなっちゃう。出かけるときは、坂きつい。まあ何もないんだけどね。まあこっからの夜景。はい、まさかこんばんはね。お疲れ様ね。いらっしゃい。そう。うん。でも風がないからよかったよ、ほら。全くないもん、ほら。見て。何？え、今聞こえた？うーって言わなかった今。なんか言わなかった今。ってなんか。そう、一番いいですよね。なんか聞こえたんだけど今。何今の？聞こえたでしょ？ってなんか。何？聞こえたよね、大丈夫だもん。プリズム聞こえたでしょ。ねえ。聞こえてない？言ったじゃん、今なんか、右側の方で、って。お化け？街灯ね、ちょっとだけあるね、その辺にね。0度。来週は暖かいんでしょ、でも。たまにあるんで、こういうのが、なんかこう。聞き逃した。そう。ツイキャスは戻せないけど、YouTube は戻せるよ。なんか言ってよね。ふぅ、ふぅってなんか2回。例の、あの、墓地からかな。なんだろう、今の。来週あったかいみたい。ね。あと2週間なんだ、駐車テントの。やっぱ2週間ちょっとなんだ。そうするとまたちょっと1から回復するから少しね。女性のお化け今のやっぱり。マジ？なんかね、こう響き、なんていうの？ちょっとなんかあの、なんていうの？普通の人間の声じゃない。
足だけどね、スニーカー、これはあれドキュンですけどね。本当でも夜寒いじゃない。そうそう、なんかね、でも女の人の声っぽかったけどね。うるさいよ、ドキュン。美声だった。え、なんだろう、それ家なんだけど。家で言わないよな、夫婦、夫婦なんか。うん。ウォーキング用に3000の靴買った ?3900 円の。ウォーキングしてんの、ナッキーさん。すごいな、体力。若いな。だってバレーボールもやんでしょ?ボーリングもやんでしょ?すごいよな。俺なんかできないもん。スリッカーとかできるけど。もうスリッカーならいつでもね、もう、余裕ですけど。女性っぽい声だったよね、なんかね。だからこの墓地なのかなと思って。まあ、この辺の人の墓地だと思うんだけど。スリッカーとはうまいっすよ。うん、自慢じゃないけどうまいです。まあだから雪道もうまいよ、ぶっちゃけ。うん、もう滑るのがうまい。で、滑らせないように走るのが難しい。難しい。うん、スイカと、うん、ね、ブンブーブンブーとか言ってるよ。うん、争いで帰っとって、そう、僕と同等の人がいるってね、面白いんだけど、ね、うん、相沢さんがね、やっぱあの中では飛び抜けてた。そうね、そう、相沢さんがやっぱり上手かった。だけどプレッシャーにまだ弱ってんだ。そう、後ろ疲れてもプレッシャー負けちゃいけない。そう、プレッシャーちょっと与えるとなんかミスってくれるから。そう、うん、ね、なんかね、たまにこういう声が聞こえるんで、ここね、不思議なんだよね。どこでもなんかそういう多分体験はあると思うんだけどね。うん、たまたま生ライブやってるかやってないからさ、と思う。うん、そう、そう、ケツさんだったんで、ほら、車の運転でやってないわけだから、それでやるのはやっぱ難しいと思う。うん、そうね、うん、そうそうそう、あれでまあまあだから、まあまあだと思うよ、初めての割には。そう、コツだから、その運転技術分かってないから、やっぱりね、分かってる人がやっぱり乗ってるとある程度分かるわけじゃん。まあだから、ああいうのが雪道滑った時の対象なんだよ。うん、まあ滑らせないように走らなきゃいけないんだけどね。でも夏タイヤだったら滑っちゃうからね。うん、そう、運転してないとね。そう、水、湯気で出るよ、見て、ほら、湯気で出るじゃん。だからわかる、水の方があったかいんだよ。温泉みたいに湯気湧いてるじゃん、ほら、温泉、ここわかる。だからこれね、外の方が寒いのよ、水の方があったかいから湯気出ちゃうのね。温泉湧いてるよ、温泉が、汚い温泉が湧いてるよ。ね、わかるでしょ、これ。アイカナさん作ったね。そう。だからわかるでしょ、これ。外が寒いよ、すごい。冷えてる。水よりかは外のが寒いからこうなっちゃう現象でしょうね。そう。だから、いかに外が寒い。そう。湧いてるよね。うん。いや、冷たいよ、冷たいよ。ただ外の方がもっと寒いのよ。寒いからね、水の方があったかいからこういう現象でしょ。
うん、すごいでしょ、ほらほら湯気ね。そう、ここがとばだから、いかにこう外がこう寒いね、ここが水のがあったかいの。水風呂だよ、もう水だって冷たいと思うよ。だけど外のがね、寒いからこういう現象でしょ。でしかもすっげえ臭いもんこれ。なんか臭いよ匂いが。そう、一度だとこうなっちゃうね、大体ね。水の方が多分あったくなっちゃって誰もいないよね。本当に。寒いね。臭い。なんかヘドロの匂いする。だから汚いんだよ、これ多分。臭い臭い。ヘドロだよ。だから、なんかやばいと思うよ。ウイルスとか入ってるよ。バイキンが。ここは。汚染されてる。あ、岩瀬さん、ありがとうね。お茶ね。ありがとうございます。でこの辺でその後半になると音が鳴る、ね、声が聞こえたり笑い声が聞こえたりするところエリア、寒いよ本当に。たまに風が来るんだけど、何か木か、何だろう。手入れちゃダメだよ、もう汚いから。なんかこれ見るとね、宮城県のね、乙女の祈りに思い出す。そう、もうちょっとちっちゃいんだけどね、もう切られちゃってて。あれね、知ってる皆さん、乙女の祈りって。宮城県にあるのね。まあ今は多分ないと思うんだけど、もう。僕なんか行った時は、そのね、呪いが書いてる木を見てるんですよ。マジで見てるんですよ。もう、ほんとすごいよ。もうなんか見た瞬間に、ああこれやばいねっていう。木の表面、松の木をね、こういう彫刻刀で綺麗に切ってんのよ。切ってんのよ、本当に。もうその時点ですごくて、そこになんかね、字で書いてあるわけよ。彫刻刀の刃でね、こう、この時を思ってってなんか書いてあるの。で、うっすらと見えるわけよ。で、僕なんか行った時はもう解読できないぐらいの、もう薄くなっちゃってるね。もうその時40何年経ってるから。でもね、見つけたんですよ、僕なんか。それをだ、生で見た人って本当にそんなにいないと思う。もう今現状ではその木もなくなっちゃったっていう噂があるのね。でそこはね、2回行ったらやばいんだよ。2回で1人死ぬ。これね、他のリスナーさん、僕のリスナーさんだった人も行ってマジでやばいですって。2回目で親戚が亡くなってるって。僕もね、おばあちゃん亡くなってるんですよ。ほんとね、2回、3回行くとね、自分が死ぬって言います。いや、ほんとそうなんだよ。で、それ以来封印しちゃってんだけどね、危ないから。そう。危ないよ。だからもう、怨念がすごいんじゃない？乙女のね、その、切れ株のね、残りのやつがね、見れるの僕の動画しかないんで、多分。あと写真がちょっと残って、昔のね、あるぐらいで、動画で撮れてるの多分そんなにいないと思うよ。みんな言ってると思うんだけど、その木がないからね、多分。そう。もう生で見てますからね。僕2回も見てるからね。2012年と13年に行った時見てる。崖あるよ。もう左が危ないもん、本当に。崖で。そっから飛び降りてるっていうのね、女の人が。そう、女の人が行くと死んじゃうとかね、いろいろあるよ、噂が。で、タバコを吸わないでダメとかね。音鳴ったよ、今。どうすってやんか。そう、泣き塔もね、すごいんだよ。あれ、ほんとやばい、ね。今ね、もう入れないらしいよ。今、許可も出ないだし。昔僕が鎌倉市に電話したのは、いや、今ね、教育委員会になってるんですって言われて。電話したら、いや、何が起きても知れませんよって感じで言われた。まあ、全然登って入ってくださいって言われて。もう今はね、もう多分、入れないと思う。もう、なんていうのかな。土でこう、
階段みたいなやつなんだけど、それがもう削れちゃってて上に上がれないみたい。僕は上がってるんだけど、でやっぱ上がるとね、なんか起きるんで貧乏になったりとかね、なってた僕もその当時貧乏になってた貧乏感がつながるんだね。その土地を持ってると貧乏になるとかね、そういう噂があるのね。そう、もう少し前だから多分これなんかあるんじゃないの。うん、でも切り方がなんかあれだよね、これもうちょっと下から切んなきゃダメじゃない通常ね。もうここから多分入らないと思うけど、普通はもっとね下で切るんだけどね。そう、うん、そんな感じだね。なんかでも落としたんだよね今な。うん、見たくなくて。だから念が入ってんとダメね。あれはだってもう鎌倉幕府最後のとこだから、滅びるところの最後のとこだからね。そういう場所だからね。うん、なんかあんじゃねえかなと。これは何だろう、これ ね、ネギ、これネギっぽくない？ネギ早いんだね。うん、そう、北条氏がね最後に滅びちゃう。中に戻しなかったらドスンって。なんか今ドスンって言ったぞ。はい、皆さんこんばんはね、お茶ありがとう。今日一箇所ですけどね。なんか音したぞ今。なんだ今ドスンってなんか音。なんかいるかな。なんか音した今。ドスンって。なんか後方が気になるんだよな、こっち側、こっち側が。ネギ、そう、なんかドスンってなんか落としたの。だってすごいとこだよ、ほんと見てよこれ、見てこれわかるこんなとこだよこんなとこだよ、もう山でしょこれね、ね、向こうにも山あるでしょ。今0度 0.5 度あ、昨日と同じ。あ、ピーはでもあそこのビニールハウスから行ってると思う。多分時間で水撒いたりしてんじゃね、多分ビニール、あれビニールハウスなんだよ。であの辺が多分家があるんだよでこんなとこ寒くて、こんなとこ住んだら大変だよ本当に。寒いよこっちは。道が見えないでしょ。だこういうとこがやっぱ怖いで、こっちは暗いじゃん、こっちはだから明るいんだよね。なぜかというとここに街灯があるからこれ明るいでしょ、これここに街灯があるのこうやって、うん、不思議と不思議でしょ。でもなんかなんでここに街灯があるのかなっていう、家もないのに。だ多分あそこに倉庫があるから、多分それの防犯上なのかもしれない。でつけてるのかもしれない。うん、多分ね。でキャスはなんかあれだよね、ライトつけないとダメなんで、全然ピンボケする。うん、そう、不思議でしょ。うん、でもね、一度の割には風がないから。何、何今の音、
何なんだ今の音、爆発みたいな音したで。なんか今日なんか不思議な音がすんな。なんか聞こえなかった今。うん。あ、陶芸のね、陶芸と陶芸まあ似てるんだけど違う、全然違うね。うん。そこは場所はね非公開なんでね。そう。ここ多分僕しか知らないです。ここだってあのここで直接一発目で行ってそこで一発だけのコースなんでね。誰にも教えてないんだ。うん。あ、バッテリー？うん。今日は何？逃げちゃったんでしょ？そのバッテリー燃えたやつ置いて。やばいじゃん、逃げなきゃよかったのにね。うん。別に多分逃げなかったら何もしなかったと思うよ。逃げちゃうと業ね、あの威力業務妨害になっちゃうけど多分。逃げなかったらね、不慮の事故だから別にそれは多分弁償しろとか言わないと思うよ、止めても。うん、逃げちゃうとね、あとあとそういうね、何これ何狩りやってんの、これ銃の音、これ落としたよね今ね、銃声みたいな音この辺で。やばいぞこの時間で銃声、お前今銃声の音じゃねえの、パーンって。いやこんなとこ やっちゃダメだろ銃声怖いな、ライトつけてこう、危ねえから。高層、いやいや銃声の音してない、なんか今狩りやってんじゃないの。でもこんなとこ狩りいたっても何もいないよ、しかとこも。なんかだからあとはそのなんていうの、鳥退治の音か。夜撃てないよね今。でもなんか銃みたいな音しなかった今、パーンって。なんか仁義なき、なんか今落ちたよね、その銃声みたいな音ね、パーンって。もしかして警官が撃ってる、あの誰か刃物とかみたいにいて撃てないと思う、警官も。ここでは住居があったところでは撃てないと思うけどね、そう簡単には。問題になっちゃうもんね。何の音今の、聞こえたでしょ、2回言ってるんで今。それかそのなんていうの、その鳥がこうね、センサーに触れるとボンってなってんのかわかんないけど。落としたよね今ね。鳥なのかもしれないけどね、ヒットマン。あ、でも警官ってどうなんだろうね、住宅街で撃つの。撃つな。なんかあの言ってなんか警告して上にまず発射してから撃つんでしょ。でも人がいたらやばいじゃんね。うん、なんかそういうなんか音してたね。直接聞いたことないかわかんないけどね。でも前なんかね、そのちょっと山のとこ行った時にね、昼までなんか銃声の音したからね、したら蜂に襲われそうになってね、あの熊スプレーで退治したんだけど、アブに。うん、したらその銃声の方に女の人が一人歩いて行ったんだよね。うん、でもあそこはね、もうイノシシやってるっぽいから、この辺はイノシシでもいないと思う。イノシシ鹿とかいない。昔はいたんだけど、もう絶滅してる。遠い昔はね。今はいない。猿もいたからね。なんかこの辺くせんだよな。ミスがあるよ。そう昼にね、そう前したよね、あれ怖かったよ本当に。こっち銃持ってねえから、クマスプレーしか持ってねえから。でもあれでしょ、なんかまたあれなんでしょ、なんか銃も規制が入るんでしょ、なんか思ったら。
だからクマ殺せないとかなんか言ってたよ。なんかえ今日は何地震しかった。そうやっぱあのね、あのさっきの川のところの匂い、ドブ川だな、下水の匂いすごい、あ臭いわ、すごい匂ってきてる、匂ってきてるよ、匂ってきてる。スラック弾の規制なんだっけ。でもそれやっちゃうとクマとか殺せないじゃんね。警察がやればいいのね、なんでやんないの。うん、そうなんかね、かわいそうだよね、両親にね言ってたところ捕まえたりとかするんでしょ、警察。じゃあ警察がやれよってね。どこだっけ今日、群馬だっけ、なんか野犬に襲われたって。俺だったらアルコールかけるけどな。うん、みんな持ってねえんだなアルコール。そうだから犬はね、だから襲ってきたらもうアルコールを鼻にかけてみんな、もう一瞬で終わるから、おとなしくなるから、うん、酔っ払うから。そう、もうそれが一番防衛だよ本当に。まあ犬が死ん、でも今回の犬は多分捕まった人が多分もう殺されるよ、保健、あの保健所で殺傷分だね。うん、野良犬だって言ってたしね。うん、そう、野良犬に噛まれるんだったら絶対やるよな。だからみんな逃げちゃうからいけないんだよ多分。あの顔面蹴っていれば思いっきり多分絶対ダメージ大きいと思う。うん、犬も絶対ダメージ大きいと思うよ。人間の方ができんだから、だってまあ大型犬だとちょっと種や力あると思うけど、うん、その時はあれだね、クマスプレーだね。うん、いやもうそうじゃないともう自分の命守れないよ。いやだとほら野良犬だと狂犬病だっけ、ああいうのもあるし。そう、それかね、石投げるとか。もう最悪、その辺の石を、うん、マルチーズぐらいかな。そう、俺は別にビビりはしないけど、うん、ビビらないけどね、犬には。そう、まあ効いちゃうと思うよ、クマスプレーでも一発で。でもアルコールの方が多分おそらくくたばると思う。うん、多分死ぬと思う。そろそろなるんじゃないかな、まだなんねえか、早いかな、まだ時間。今日静かだな、こっちの辺は。うんうん、そう。でも犬もわかるよね、多分ね。あのビビってるとビビってないでわかると思う、多分。うん、やっぱね、吠えてもね、ビビってないやつは犬もなんかね、あら、ビビってないのかなっていう感覚になるもんね。うん、奈良の例の土葬のところで野犬の群れに出くわした。僕樹海で野犬食らったことあるよ。うん、いや向かってきたんだけど、なんかなでなでしてあげたらおとなしくなった。うん、だから分かるんだよ犬は。あの怖くなってない人は多分そんな襲ってこないんだ、多分。多分もう怖いと思ったらもう引くじゃん、だから多分分かるんだよ、あって。うん、あしかし寒いなこの辺。いやもう終わったかなと思ったもん、樹海は。クマもいるしね、だこっち向かってきたから、でも帰らないといけないから戻ったら向かってきた。で向かってきたらこうやってプッてあげたら、なんかもういきなりこうやってに、もうなんか吠えなくなったの。で首輪とかなかった、やっぱ野犬だったよ。だから人にこう多分飼われてて捨てられちゃったんだろうね多分。うん、
そう、もう樹海は静かだからね、本当に夜とかも神秘的なのね、シーンとしてるから、シーンとしてる。あ、まだ仕事してるんだ、すげえな、農作業の人。今車でトラックで移動してるよ。うん、そう、こっち来るよ、こっち。あれ止まった。あ、降りたね、そこで。こんな時間やってんの、何使っ作ってんだろうね、こんな時間で。なんか収穫っていうか、多分トラックに運んでるから、これから出荷するのかな。キャベツなのかな、こんな時間に出荷するの。そう、すごいよね、こんな時間だもん。いや、トラックっていうか、多分もうそこで、そこで車動いて、今そこでなんか積んでるね。もう懐中電灯でなんかやってるよ、ちっちゃい懐中電灯で。多分フォークリフトだな、あれ。あ、フォークリフトだね。フォークで上げたり下げたりしてる。なんかそんな感じ。収穫中で、この辺の多分ね、そういうなんかキャベツとかだと、この辺では多分来てないと思う、そんなに。でも買わないでしょ、多分この辺の人は。多分地元のやつは多分買わないと思うよ、多分。ネギ泥棒、そんなのいるの、いらねえけどな、ネギ泥棒。そう、築地市場出すなら、あ、まあ今頃から行くの、でも早すぎちゃうよ、築地だったら到着まで。そう、でもキャベツとかだと多分朝方とかやるんでしょ、多分。ここにキャベツあるもん、ほらね、これみんなキャベツなんだよ。でも収穫してないからまだ早いんだよ、多分。だ、寒いとこがいいんだよね、これね。そう、だからこういうのだと多分朝方取るんだよ。で、そのままもう出荷するんでしょ、多分。大勢の人が集まって箱に入れて。違うんじゃないの、なんか他のやつじゃないの、多分。多分。おそらく。そう、でもなんかすごい大変だよね。だからこういう人っていつ寝てんのかなと思うんですか。あんま寝てないんじゃないの、多分。あ、動いたね、車が。凍ってきたな。出荷です。はあ、寒い。来た来た来た、こっち来るぜ、こっち。こっちか右行く、そこで、そこで。今来た、右行った。トラック、まあでも4トンぐらいの、4トンもないかな、2トンだよな、2トンのトラックだな。それを何回もやってるんだよね。だから 上にも畑あるから、そっちには送ってるのか分かんないけど、だずーっとやってんじゃない、仕事。はい、皆さんこんばんはね、いらっしゃいね、久しぶりですね。そう、多分。はい、どうも。今ね、まっすぐ登ってったから、あっちが畑なんだよ。多分。でもこの時間にやってるってことで、もう9時半だよ。だからもう夜中までやってんじゃないの。それで、あ、お茶葉50あります、春さん、すいません、ありがとうございます、ありがとうございます、どうもね、すいません、ありがとうございます。寒いです、1度です、息がね、こんな感じです、極寒の寒さです。
そう、もう極寒の寒さ、それをね1時間もいます1時間やってます。また戻って、雪ね溶けちゃったね、ほとんどね。僕のところ7センチぐらい積もったんだけど、もう多分この辺10センチぐらい積もってたんじゃない。もう1日で溶けちゃったよ、次の日にはほぼ。まだある、春さんのところ20センチぐらい積もったんじゃない。多分7センチぐらいとか10センチぐらいだともう溶けちゃうと思うよ。全然ない雪、ほら、まあ、この辺絶対降ってて、吹雪いてたからすごい積もってたと思う。日野の2トン、そうだ、雪ね、また降られちゃうとやだね、わかんないもんね。なんかまた3月頃なんか降りそうじゃない、なんか今年1回来るかなと思ったら本当来たもんね。そう、案の定来やがったよ。はい、高評価ありがとうね。よろしくね、高評価ね。で、湯気がね、ほら出てるんですよ。だからいかに、あいとごめんなさい、こんばんはね。ここはね、なんかね、不思議な声が聞こえたりとかね。もうさっきね、あっちこうでなんかね、ふぅ、ふぅみたいなの聞こえたのね。だいたいこの時間ぐらいから怪しいんだよ。ここって後半ぐらいに、ね、なるの。なんか声が聞こえたりするのね。まあ、不気味な声が聞こえるところだね。夜にね。で、過去でやっぱね、生放送やってても、後半結構ね、そういう現象が多いんです、ここは。で、今年はね、久々に来たのね。去年は行ったんだけど、そう、2ヶ月ぶりぐらい。2ヶ月、ちょっと3ヶ月ぶりぐらいかな。そのぐらいに来たんかな。そう。相模原はね、多分20、30センチ積もってんじゃない。はい、ありがとう、カズさんね。そう、今でも、とりあえず風がないからね、救われてる。一度でも。なんとか。そう、でもね、やっぱ寒いよ。で、歩いてるからちょっと温まったけど、止まるともう寒いね。もうでもダウンジャケット2枚着るしね。やっぱノースエースあったかいわ。こんなの、このフル装備とノースエースで。これ何なんだろうね。いや、もう降らなくていいと思うんで、一回なんかあんな風に積もるのってなかなかめったにないから、ほんと10年ぶりぐらいだと思うよ。最強ですよ、あったかいから。まあ、できればね、5度ぐらいあると助かるんだけどねそう、5度ぐらいあるとね、僕も助かるんだけど、でも風が今日ないから多分風は大事だと思うんだけどね。いや、人が亡くなったかはちょっと分かんないんだけどね。まあ、この辺り昔は多分ね、おそらく、まあ、田んぼとかね、田んぼか、もともと多分山だったんだよね。なんかもしかしたら江戸時代は逆に墓地だというね、可能性はあるね。で、この現代になって田んぼに山を削ってね、もともと山だったのね。平らにして山を削ってね、畑になってるって感じだっぽいね。そう。多分、だから、まあ、この辺り結構無縁仏とかあるから、まあ、昔はお墓っていうのもあったんじゃないかなとは思う。ただ山の中にポッてこう埋めてたような感じだと思うけど、もう元々山だったからそれを削ってんだよね。だ、そういう現象でなんかあるのかもしれないね。まあ、人は多分亡くなってはいないと思う。僕ね、あれでは。ただ臭いです、ここ。なんかもう、なんていうの、なんか臭い、泥のヘドロの。これ多分排水口のあの匂いだな。下水の匂いだね。
でもなんかね、この辺りでね、よくね、声が聞こえるのよ。だからその木かなと思っててね、僕は。わかんないんだよね、だからね、その辺はね。ヒグマいなくてよかった。いや、ここはでも昔はクマとかはいないと思うけど、イノシシとかシカはいたよ。サルも。サルはほんとつい、ほんと8年前ぐらいまで見たことあるんだけど。最近はもう見ないから多分死んじゃったんじゃないかなって。臭いんだよ、あの下水のね、皮が。今日はいいお天気だった。またトラック来たよ。トラックが。まだ仕事してんだ。すごいね。臭いね、なんか。で、この木がね、ちょっと怪しいんだよね。どかたさん、お帰りかな。ヘドルだと思う、多分。もうそれかなんかその下水だね、なんか。なんか臭い、すごい。その周辺がすごいなんか臭かった。なんか下水、配管こうあるじゃん、臭い。あんな感じ、だから下水の匂いじゃん。これ結構ね、でかかったんだよね。で、切ってったんだよね。で、これ止まったんだけど。でもね、前はね、なんか子供の声とか聞こえたよね。そう、子供の声とか聞こえたんだよね。だからもしかしたら子供が亡くなってる可能性もあるよね。あ、猿いたでしょ。あの時もういないんだよ。もうあれ以降ね、見てないから、多分死んでる。そう、もう猿は多分いなくなったかな。もう全く見ないもん。謎の木。なんかこれ見ると乙女の祈りを思い出すんだよね。こう、切られちゃって。そう。この辺でも猿いたよ、昔は。まあ今はもういなくなっちゃったね、多分ね。食べるものがなくなっちゃうんじゃないかな。今最近全然聞かないもん、鳴き声とかも。そう、なんかね、この辺でなんかそういう声が聞こえてるからね。うわ、やっぱ寒くなってきたな。寒くなってきた。いや、多分これ0度だな。多分ね、なんか、猿冬眠しないんじゃないの？猿は多分。で、多分ね、一匹とかぐらいしかいなかったと思うんだよ。だ、相葉さんこんばんはね、つくたんね。で、結局、あ、今夜ありがとうね。で、多分、餌取れなくて死んじゃってるって感じじゃないと。いや、だから今、本当だからもう今いないと思う。昔は多分いたと思う。鳴き声聞いてるもん俺。ライト当てたら逃げてったもんって。今だからそんな全然いないと思うよ。鹿とかもイノシシも。あ、これ牧場なんだ。牧場なんだって。はい、ありがとうございます。今日は何も起きないな。最初は起きたんだけどね、後半ダメだな。いや、多分もう今0度だな。多分0度だな。なんかさっきよりか冷えてきたもん。いや、急にね、あのなんていうの、痛くなってきたね。あのね、0ぐらいになるとね、あの顔面が痛くなるのよ。そう、だから目ん玉のとこぐらいしか今出てないのね、顔がね。目ん玉と眉毛ぐらいしかこう上げてないのよ。その辺がちょっと痛くなってきてるもん。そう、だから相当冷えてるね。冷えちゃうんで、多分これまだ山だからちょっと高いからね、標高が。
ともなかったか。最近だからやっぱ冬場ってあんまり起きないんだよな。いつの時期がいいのかな、ほんとわかんないんだよね。急に来るからな。うん、冬眠してないでしょ。0度ぐらいだと思う。さっき1度だったから、ちょっとね、やっぱり寒くなってきたね。だってダウン2枚着てるんで、トレーナー着て。しかも1枚ノースレスだからね。すごいあったかいんだよ。で、車がね、もうね、あの白くなってきてるの。わかる？これ言ってる意味は。わかる？これ、朝これ凍るね。水滴が出てきてるから、車が曇っちゃってる。そう。出なかったか。残念。次回に続く。雰囲気ありあり。まあ、だから雰囲気はあるんだけどね。まあ、でも街灯あるからね、ここね。ここだけね。ここはほら、意外とその怪奇現象が取りやすいとこだから、うん、頻繁には行かないんだけどね。定期的に行くんだけどね、ここはね。だから焦げちゃう時もあるね、やっぱりね。でも前半ずっとなんか怪しいのがあったからね。いつもね、このぐらいの時間から起きるんで、ここは。でも今回何も起きてないから多分、うん、すごいよ。だってほら、星が見えるもん。そう、まあ、山だからね、どっちかというと。いや、お化けさんも寝てんじゃない、寒いから。多分寒いでしょ、だって、うん、だって僕を脅したって、まあ、何もないもん。あ、また来た、また来た。戻るか。さっきのトラックは戻した、積み下ろしたんだな多分。こっち来んの？あ、さっきのトラックじゃなかったわ。今度また違う車だった。うん。お、また来る。びっくりした。うん。また来たよ。なんなの？珍しい、3台も来たよ。3台も来たよ、バイクも。こんな田舎で3台も。3台も。点滅しちゃった。このぐらいかな。はい、ありがとうございました皆さん。寒さに弱いっていうか、またあれだよね、波長もあるよね。関係ないと思うけどね、寒さは。まあ、タイミングだと思うよ。その本当に1年ね、本当にそう聞こえるのってね、本当数少ないからね。そうだから毎回言ってても聞こえない時は聞こえないし、まあ聞こえちゃう時もあるしね。見えることっていうのはなかなか難しいけど。はい、どうもね。6度に下がった。うん、で多分働いてんじゃないの。だからまだまた車来たよ。うん、今度はトラックだね。あ、これさっきのやつだね、多分。さっきのやつだ、これ。これさっきのやつだから、今から出荷しに行くんじゃない。今からだから残業じゃないでしょ多分。だってこの時間働いてたら多分昼間働いてないでしょ多分。寝てるでしょ。うん、おそらく死んじゃうでしょこんな。だから今から多分市場行くんじゃない、多分。今さっきのやつだから積んできたんじゃない多分。お疲れ様ね、ありがとうございます。スバちゃんね、お茶箱。次回は一応予定は土曜日です。中止になるかもしれないですけど、まだ分かんない。ありがとうございました。寒いね。お疲れ様です。何度、ちょっと何度か見てみよう、車の。何度か。車の温度何度だろう。これ絶対0度だと思うんだけど。うわ、寒い。寒いな、やっぱり。寒い。何度かな。
だって車が凍ってきてるんだもん、ちょっとずつ。何も湿っぽくなってきてるよ。はい、お疲れ様ですね。ありがとうございます。ではじゃあツイキャス終わりです。またよろしくね。ありがとうございます。